ッチは石井貴子選手です。さて近況なんですけども、ご自身いかがでしたか？前回はいまいちだったなと思います。久々にこう化粧を外したっていうのはちょっと意外なものでしたけども、オールガールズでもそうでした。どのあたりがこう問題というか課題になったかとかありますか？まあ足そのままなんじゃないかなと思います。ただこう近況を見てみますと動いてるっていう印象もありますけども、ご自身ではどうですか？まだと嬉しいです。さて函館競輪なんですけども、函館競輪場過去のこの走ってみてっていうのはいかがでした？あまり呼ばれる機会がないので非常に久しぶりだなという印象です。この寒さや風、指定練習の時などはどう感じましたか？寒くて風が強かったです。さて初戦なんですけども、初戦はどう戦っていきたいですか？精一杯自力で頑張ります。メンバーこう自在性のある選手も多いとは思うんですけども、そのあたりどうですか？その都度精一杯を走りたいと思います。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、3日間頑張ります。埼玉飯田風音選手です。デビューしてから1年ちょっとが経ちましたけど、ここまでいかがですか？今日はだんだん調子も上がってきたかなって思います。どういったところがそう感じますか？だんだん成績も良くなってきました。だいぶ点数も上がってきましたもんね。さてここ2場所見てみると、スタートから取っての仕掛けといったところも多いんですけども、そのあたりレーススタイルはどう考えていますか？とはやっぱ自力を出したいので、前取ってから先行したり飛びついたりというレースも見られてますね。前取ってもじゃあまず考えてって感じですか？自力を出せればいいかなって思います。じゃあ今動いていくことを意識して走られているといったところなんですね。また今課題としていることや、こう取り組んでいること何かあったら教えてください。課題は着をまとめられないことが多いので、レースをたくさん走って慣れていきたいです。ただ近況は着もまとまって1着も取れているような気がするんですけど。でも優勝した次の開催が決勝乗れなかったので、そういうところを、直していきたいです。そしてこの函館バンクなんですけども、7月には優勝もありましたよね。走ってみて函館の印象っていうのはどうですか？あとは風が強いバンクの方が得意なので、まあまあ得意かなって思います。じゃあこの寒さも風も気になりませんか？そうですね、はい。さて初戦なんですけども、初戦のメンバーを見てはどうですか？自在の選手が多いので、自力が少ないので戦いやすいかなって思います。その中でまず初戦こんなレース見せたいって言ったいうのがありましたらお願いします。とはやっぱ力を出し切れるレースをしたいです。では最後にファンの方へメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。初日も力を出し切れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。東京小林理子選手です。今年はアルテミス賞で1着というのもありましたけども、今年を振り返っていかがですか？まあ、前半ちょっとあまり良くなかったかなとは思うんですけど、まあ、徐々に良くなってきた中でこの間ちょっと落車しちゃって、今はそこから体戻すのに一生懸命走ってるような感じです。でも走ってるのを見た感じ、まあ、復帰してから2走ですけども、動けてるような気はするんですが、あまりこう自分の中では感覚的に遅れる部分があって、あまり良くないかなって思ってるので、早くそこを戻したいです。じゃあちょっと自分の感覚と結果がまたズレがあるっていう感じですかね？そうですね、はい。そして今年はね、賞金もまた上位にはいますけども、どうですか？いや、毎年厳しいところにいるので、今年も本当に最後の最後まで気が抜けないなって思ってます。じゃあよりこう一戦一戦大事になってきそうですかね？はい、もう本当に一走一走が大事になってるんで、一個も取りこぼせないっていう気持ちで走ってます。今はどんなことを目標に走られていますか？もう本当に今現状は体戻すことっていうのが最優先かなと思ってるので、そことやっぱこう競輪祭でグランプリが決まっちゃうので、そこまでしっかりモチベーション切らさずに勝負に行こうと思ってます。さて初戦なんですけども、初戦メンバーを見てはどうでしょう？この回戦本当にいいメンバー揃ってるので頑張りたいです。ただね、自在な立ち回りも見せる小林選手だけに、こうファンの方も期待されてると思うんですが、はい、いいとこ見せられるように頑張りたいですね。では最後にファンの皆様に一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。今節も一走一走頑張ります。応援よろしくお願いします。